い、どうも皆さんこんにちは、ブニムニです。本日は9月9日日曜日に行われます新潟記念の8月29日現在での見解っていうのを述べていこうと思います。で、今年の新潟記念なんですけど、私はこのザダルとトーセンスーリアの2頭が能力的には頭一つ抜けてるかなっていう風に考えてます。なんでこの2頭の動向っていうところからレースの展開っていうのを予想していこうという風に考えました。で、まずザダルの強みなんですけど、この馬は後方に待機して素足を溜めてからの瞬発力っていうところが最大のストロングポイントであります。で、またトーセンスーリアっていうのは平均からスローペースにおいて、まあ前に行って押し切るっていうような競馬が得意な馬です。一方でそれぞれの馬に不安要素ってのもあります。まずザダルなんですけど、今回 2000m なんですけど、一波乱距離が長いんじゃないかなっていう風に考えてます。これは前走エプソムカップ後の大竹調教師のコメントなんですけれども、最後の方で 1800m が一番合ってるっていうコメントがあります。まあ、その他にも ザダルには 1800m がベストっていう陣営の方々のコメントがあったんで、私ザダルは今回の 2000m はやや距離が長いんじゃないかなと考えてます。一方で当選スリアなんですけど、この馬は広いコースっていうよりはどちらかというと小回り向きなんじゃないかなと考えてます。直線で長い背足を使うっていうよりはコーナーリングのうまさとかで小回りのコースにで、強い馬だと私は考えてます。というところで、まあ結局これらのことで何が言いたいんやと申しますと、今年の新潟記念は道中は平均からスローペースで流れて、直線は追い出しを待つ残り3波論とかの瞬発力勝負になるんじゃないかなと想定したということです。まず道中なんですけど、まあ当選ズーリアは平均からスローペースで行く馬ですし、また他の馬を見てもそこまでハイペースで飛ばしていく馬がいないんで、道中はこれぐらいのペースで流れるかなって想定をしました。まあ、直線はザダルに関してはどちらかというと追い出しを待って瞬発力で勝負した方がいい馬ですし、当選スーリア自身そこまで長い足が使える馬ではないって私は思ってるんで、まあ当選スーリアも追い出しを待つっていうような競馬をするかなというところで、直線は追い出しをそれぞれ待つっていう瞬発力勝負になるんじゃないかなと想定しました。で、まあそれぞれ人気する2頭っていうのに不安要素があるんで、私はこういった展開で構想してこれるような他の馬を探そうというふうに考えました。そんな展開の想定のもと目をつけた1頭目の馬が里のアーサーです。この里のアーサーなんですけど、まあ、新潟校舎であるのは言うまでもないと思うんで、焦点となるのは能力落ちの有無と 2000m が持つのかという2点だと思います。で、まず、能力落ちの有無なんですけど、前走関谷記念っていうのはもう前が壁だったんですよね。なので、まあ、能力ゆえの敗戦ではないっていうことなんで、能力が落ちたと判断するのは、まあ、早いかなというふうに思ってます。また里のアーサー、2000m 持つのかってとこなんですけど、この馬は後方待機で足を貯める、まあ、距離が持ちやすい競馬をする馬ですし、でまたこの馬自身ちょっとストライドが大きい走りをするんで、まあ、あの距離が持ちやすい走りってことですね。なんでまあ十分距離は持つ可能性はあるかなっていうところで、里のアーサー人気的にも買ってみて面白いんじゃないかなと思ってます。私が目をつけた2頭目がラインベックです。ラインベック、まずこの新潟記念に対する適性なんですけど、このお兄さん次男坊ってのがこのレース去年と一昨年2年連続で2着に来てます。また、ラインベック走り方が大飛びかつちょっと硬さがあるっていう走法で、これあの里のアーサーにすごい似てる走法なんですよね。まあ、里の朝は言わずもがな新潟校舎でありますから、私このラインベックも新潟競馬場のこのコースすごい向くんじゃないかなって考えてます。また次に能力面なんですけど、この馬前走の3勝クラスを馬体重プラス22キロで完勝しております。またこの血統がですね、このアパパネの産駒っていうのは基本晩成傾向があります。なんで、まあ、4歳の秋を迎えたこのラインベックはここに来て本格化を迎えたっていう可能性もあると思うんで、まあ、能力さえ足りれば私このラインベックすごい面白い馬なんじゃないかなと考えてます。この中にせっかくの特性部隊なのに即決したって思ってるやついる？ここで勝つしかないのに早熟だってひよってるやついる？いねえよな。一着取るぞ。今年の新潟記念本命だけはすでに決めております。そしてそれはリアアメリアです。リアアメリアを推す理由としては、ここはもうベストの条件であるというふうに考えているからです。リアアメリア、私、すごい好きな馬で、私現役の競走馬の中で一番走り方が綺麗だなって思ってる馬です。で、そんなリアアメリアなんですけど、構造条件が3つありまして、それは左回り、両馬場、そしてスローペースです。
で今回の新潟記念、まあ、想定した展開だったらこれら3条件っていうのは満たすと思いますし、でまた、リアメディアこの春っていうのはマイルを主に使われてきてたんですけど、そのレースを見る感じかなり忙しそうだったんですよね。というところで、まあ、現状のリアメディア 2000m くらいがいいと思うんで、まあ、こういったローズステークスのような走りを今回見せてほしいなということで本命に推しております。またリアメディアを推したい理由の一つが、今回鞍上に川田騎手を起用してきたというところです。川田騎手の起用がいいなと思う理由は2つあるんですけど、まず1つ目が今回のレースで前に行ってくれそうだなって思うからです。あの春シーズンは後方待機から差しに行くような競馬が多かったんですけど、まあ、どうしてもそのズブサってのがあって、加速しきれずにレースを終えてしまうことが多かったです。ビクトリアマイルも13着には敗れてしまってるんですけど、上がり3位の素足を使えてたりするってところで、まあ、別に能力がゆえの敗戦じゃなくて、そういったズブサっていうのを、まあ、カバーしきれずの敗戦かなっていうところなんで、まあ、リアメディア前に行ってくれさえすれば再び構想ができるようだと考えてます。で川田騎手は基本前に行くっていう積極的な競馬してくださるジョッキーなんで、今回川田騎手がそういう意味でいいんじゃないかなって考えております。また川田騎手の起用が良さそうな理由の2つ目が、ここへの勝負度合いが高そうに映るからです。これはちょっと妄想がすごく入るんですけど、リアメディアっていうのはもう左回りの 2000m 前後がのレースっていうのが、適正舞台だと思うんですけど、今後、まあ、重賞レースでそういった番組っていうのが国内ですと天皇賞、あと海外では、まあ、コックスプレートなんかもあるんですけど、まあ、ヒットになるのはブリーダーズカップ、フィリー&メアターフですね。もうブリーダーズカップ、フィリー&メアターフの方が私は本戦かなと思ってて、あの中内打球者、両馬のグレナディアガーズがブリーダーズカップマイルに行くんで、まあ、そのタイトオーバーという意味でもブリーダーズカップ行くんじゃないかなって思ってたりします。私はということで天皇賞秋川ブリーダーズカップでのどっちかに行くと思うんですけど、どっちに行くにしろこの新潟記念で強い競馬をしないと多分会員様の了承っていうのは得れないと思うんで、なんで私はこの川田騎手を配置してここを勝ちに来てるんじゃないかなと思ってます。まあ、ちなみに川田騎手は天皇賞秋に乗り馬がいませんし、またグレナディアガーズが行くってことで、まあ、川田騎手十分ブリーダーズカップの方に行く可能性もあるんで、それを踏まえた上でのここでのリアメディア必要なのかなという見方もできるかなと思います。ということで、まあ、現段階で私が推してる馬、そして気になってる馬っていうのがこれらの馬ですね。で、まあ、最後に余談になるんですけど、あの私スーパーパケンシーを一人、発見しまして、高畑充希さんっていうんですけど、あの私高畑充希さんね、あのいつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうみたいなあのドラマを見てからあの好きで、あの競馬始めるよりも前から高畑さん好きで、高畑さんは競馬のなんか PR のやつもやってるんやっていうところでね、結構高畑さんがそういう競馬に携わってくださってるの嬉しかったんですけど、いやまさかそんなプロ馬券師だとは思わなかったですね。で、あのちょっと話脱線したんですけど、あの高畑さん、新潟記念のこの押し馬チャレンジっていうのがあるんですけど、新潟記念でも高畑さんそのご自身の見解っていうのを公開なさるそうなん で高畑さん本当にすごい当たってるんで、なんか私より高畑さんを参考にされた方がいいんじゃないかなって思ってます。ということで、あの最後編になりましたが、以上で動画を終わります。ご清聴ありがとうございました。